ニューファウンド・グローリーは、アメリカ合衆国フロリダ州、コーラル・スプリングス出身のポップパンクバンド。1997年に、フロリダ州コーラル・スプリングスで、同じ高校の同級生だったスティーブ・クライン、ジョー・モレの、ジョーダン・パン・リク、イアン・グルーシカが結成。結成は、グリーンデーに影響されてのものであった。さらにハードコアバンドシャイ・ハルードでボーカルを担当していたチャド・ギルバートが加わる。 結成から5ヶ月で、マイアミのインディパンクレーベルフィドラーレコーズから、It's All About the Girls を発表。その後、ジョーモレノが音楽性の違いから、脱退、公認として、サイラス・ブルーキが加入した。1999年には12曲入りで、初のフルアルバム、ナッシング・ゴールド・キャンステ y を、マイアミのパンクレーベルユーロジー・レコーディングスからリリース。そのアルバムから、 ヒットオアミスがスマッシュヒットし、ロサンゼルスのレーベルドライブ、スルー、レコーズと契約を交わす。2002年6月、メジャー2作目となるアルバム、スティックスストーンズを発表。ビルボードチャート初登場4位を獲得した。2003年1月に初来日し、ツアーのチケットはソールドアウト。さらにサマーソニックレイさんにも再び来日した。 以降2007年4月のパンクスプリングサマーソニック08にも再来日している。2008年新たにパンクロックレーベルエピタフレコードに移籍し、2009年2月に移籍第一作目となるアルバム Not Without a Fight を発表。日本版は2週間先行発売であった。2011年には下品在籍時にバンドのプロデュースをしていたニール・アブロンと 再びタッグを組んで、通算7作目のアルバム、レディオサージュリーをリリースする。2013年12月、結成メンバーで、リズムギターのスティーブが方向性の創意を理由に、バンドを脱退する。2014年、エピタフレコードより離脱し、ホープレスレコードへ移籍。同レーベルより、同年10月に、通算8作目となるアルバム、レザレクションをリリースすることを発表した。 ありがとうございます。